はい、こんにちは、徳井です。えー、今日はですね、えっ、ー、と、B リーグのチェアマンの島田さんと、なぜか私が対談をさせていただきましたんで、ちょっとその時の裏話をご紹介しておきたいと思います。まあ、あの、島田さんは、あの、島田らマイクっていう、まあ、ポッドキャストをされていて、もう、これもだからずっとやってるんですよね。で、今回、まあ、ノートを実は島田さんが、もう、かなり長いことされていて、 まあそれに関してちょっとお話をしたいということで、あの、オファーをいただいた次第です。まあ、ちょっと余談ですけど、僕はあの大、スラムダンクに影響されて大学からバスケをちょろっとだけやるっていう、ちょっとあの、なんちゃってバスケットマンなんですけど、まあ、そういう人間からするとね、この B リーグのトップの人と対談させてもらえるって、しかもあの、これ、 いい写真撮っていただいてですね、あの次はバスケだって、皆さん知ってます今年あの、バスケのワールドカップあるんですよね。それのこう、ポスターの前で写真撮ってもらったんでなんかちょっとこう、<laughs> ちょっとね、オフィシャルのバスケのところの写真に僕が写ってるのは、ちょっとその、大学の時のバスケのクラブ仲間が見たら絶対失笑すると思うんですけど。 あのまあ、今日はちょっとバスケの話じゃなくて、島田さんのノート活用がすごいよっていう話をご紹介したいんですけど、まあ、島田さんもあの、まあ、ご自身のやり方でずっとやってこられたんで、それでいいかどうかをちょっと確認したくて、あのノートにアファーをくれて、あの私がお話ししたみたいな感じで、まあ、島田さんにあのちょっと勝手にあの僕のことを師匠と呼びますみたいな記事を 書いていただいていて、非常にありがたいんですけど、まあ、結論から先に言うと、島田さんはもうですね、あの免許改殿状態なんですよね。B リーグのチェアマンってめっちゃ忙しいと思うんですけど、毎日更新実はしてるんですよね、島田さんって。島田さんはそのチェアマンになる前から実はノートを書かれていて、あのプロフィールの記事は、 これだから、チバジェッツの時の会長になった時のプロフィール記事なのかな2019年ですけど、だからもうこの頃からノートはされていて、だからもう、何年やってんだろうな、もう4、4 5年やってんのかな <laughs> で、多分、チェアマンになって忙しくなったはずなのに、逆に毎日更新もやるっていうのに、まあ、なんとなくこう、 意地になって去年をやってたみたいな感じのことをおっしゃってましたけれども、すごいんですよね、本当に毎日のように更新されていて、であの、チェアマンの仕事って、B リーグって日本全国にチームがあるんで、そういうところを見て回るのも仕事なんですよ。そしたら、見て回るからあの出張しなくちゃいけないんで。 当然ね、家のパソコンの前に座るみたいな時間がない時期がずっとあるはずなのに、お話を聞いたらタクシーの,の中とかで書いてるらしいですね。ほぼスマホで書いてるっておっしゃってましたね。僕はもう記事はパソコンで書くのがメインなんで、まあ、一時期あのスマホで書くのを練習しようと思って LINE ブログはスマホ専用だったんで、LINE ブログ始めて、まあ、それがノートに移転してみたいな経緯があるんですけど、 すげえなと思います。でも、あのやっぱり僕からするとあの、本当理想のパターンだなと思っていて、忙しいから多分島田さんもよくそんなノートとか書いてる日もありますねって多分いじられてると思うんですけど、でも島田さんからすると、実は忙しい中書いている結果、得してることはたくさんあるはずなんですよね。まあ、詳細はあの、ポッドキャスト聞いていただくといいと思うんですけど、あの、 社員に伝えたいこととかもノートに書かれてるんですよね。まあ、スタートアップでよくオープン社内法っていう、こう社内に向けて言うことをもうその外向けのノートに書いちゃうっていうのが最近流行ってるんですけど、まあ、企業秘密でなければ、実はその社内に伝えたいことも、イントラとかに書くよりも案外外向けに書いちゃった方が読まれるっていうのは結構ある話なんですよ。B2B の,のノートとかでもよくあるんですけど、その 社長メッセージとかをそのノートに書いておくと、取引先が読むんで、社長のノート読みましたよみたいに言われるぐらい営業版も読まざるを得なくなるっていうんですね。<laughs> 別にあの島田さんはそれを狙って書いてるわけじゃないとは思うんですけど、まああの、ちょっと社内に対して言いたいこともノートとかに書くことによって、実はその出張が多いから、出張も多いし、コロナでやっぱリモートワークとかにもなってるんで、 社員としゃべる機会も減ってたりするんだけども、実はそのノートを書くことによって、まあ、ノート経由で社員にメッセージが伝わるみたいなことが、副次的な効果もあるから、多分超忙しいのにもかかわらず、意地になって毎日更新を続けていただいてたんだと思いますね。まあ、僕は毎日更新を義務にする必要はないと思うんですけど、でも多分逆に毎日更新って決めることによって、もう書くっていうリズムが生まれた結果、その毎日が続くっていう話なのかなと思います。 本当は実は忙しい人ほど、まあ僕はあのこのノートを自分の分身と呼んでますけど、やっぱその分身的会話をオンライン上でに残しておくことによって、大勢の人に伝わるんだと思うんですよね。まあ、島田さんの場合にはポッドキャストもあるんで、その声のトーンも含めた情報発信もされてるんで、これはね、あの、結構ボディーフローのように効いてると思うんですよね。 当然、その B リーグの観客動員数とか考えたら、あの何人が聞いてくれるかっていうのは少ないって考える人もいるとは思うんですけど、案外ね、目に見えない効果がいろいろ出てるんじゃないかなと思ったりします。あの、詳細は、えー、ちょっと僕が喋りすぎた結果、普通なら1本で終わるところを全公演に向けていただいてますんで、ぜひあの、島田さんのボッドキャストの配信を聞いていただければ幸いです。 はい、他にも、あの、こんな人いますよっていうのをご存知でしたら、ぜひ、あの、コメントやツイートで教えていただけると幸いです。今日もありがとうございます。